はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画で一方です。ブルーアーカイブ始めていきましょう。今回は桃トークやっていきます。お、もうすぐいぶきの誕生日ってことでですね。いきましょう。お、そうなの、誰だろう。メグ行ってみるか。なんだろう、メグのキザストーリー行きましょう。お、どうしたんだろう、元気がない。あら、チコチン硬い。そうだよ。お、メグマパワー、そうだ。どうだ？ダメか？よかった。
ここまでかな。宮古、宮古の絆ストーリー。なんだ？え？やばいやばいやばい。おお、やばい。うんうんうん、わかる。そんなひどい本じゃないだろう。水着版ひふみ。じゃあ行きましょう。普通じゃないだろう。いや、そうなんだろう。
ちゃいいな。宮古2回目かな。お、どうした宮古。本当だ。これはどうなんだろう。正直責任を持って変えるのかと思ってしまう。美和子はいい子だな。おお、かわいい。再びメグですね。つらい。なんで？知恵？行きましょう。いいな、めぐ。
めちゃくちゃ食いついてくる。どうした？これで終わりかな？セナ行ってみるか。すごい、セナ。なめわいが。扱い嫌だ。よかったよかった。いいこと言うよな。行ってみよう。
どうした？あるよな。本当だ、本当だ。悲しいんだよ、桃井が。入ったな。メイン、私がメインヒロイン。白子の絆ストーリーへ。
じゃあ温泉農家行ってみましょうか。うん。お？お、チャレンジ。やべえな、これ。この絵やばいだろ。山田くん。ん？雪？どうしたのか。ラッキポトスジは強い。大丈夫か。はい。おお、おいおい、じゃあ次どうしようかな。はい、行ってみるか。花江の絆ストーリー。お、これメモロビ来るぞ。言ってる間に。なんでやねん。なんだ？わ、かわいい。さあ、
消毒するので靴下を脱いでおとなしくしていてください。きちんと消毒しないと傷口から炎症を起こして大変なことになってしまうかもしれません。少し痛いかもですけど我慢してくださいね。うっしょ、きれいきれいにった。はい、よく我慢できました。もう少しですよ。特別におまけで傷が早く治る魔法の呪文をかけてあげましょう。では痛いな痛いな、飛んでけー。どうですか、痛くなくなりましたか。お、メモロビーのあれを手に入れた。いぶき行ってみるか。いぶきはメモロビーだ。なりそう。お、なになに、お、いや、かわいい。強い。じゃあ先生に、いぶき先生から問題です。ここにアイスクリーム2個とプリン1個があります。全部で何個でしょうか。あ、かわいい。残
正解は、なんて、アイスクリーム、ケーキ1個、おやつが3個もあったらすっごく幸せだよ。あ、食べた後は歯磨きを忘れないでね。いぶきはね、毎日3回ちゃんと歯磨きをしてるんだよ。雨。お、まあ農家通気がある。メグも通気があるんだな。お、のどかもメモロビー。
天然由来の成分が。よかった。お、すごい。おっと、夜の温泉郷楽しんだ。どうなったんだろう。微信です。では白子、行ってみよう。じゃあ次は桃井かな。確かに。
行きましょう。ペロボロ。